はい、こんにちは。小豆島の漁師濱家です。相変わらず声が響きますね。防音マットを買わないと、吸音マットですね。で、今日はですね、半年前に、こちらの動画でですね、ゴミがいっぱいついて保存したっていうね、網をまだ眠らしたままなんですよ。それをちょっと開封してどんな状態になっているかと、さらにね、仕掛けていきたいと思います。それじゃあ行っていきましょう。氷はあれやで、溶けで、今日はね、かなりの暴風なんですよね。冬はやっぱり西風がねすごくて、まあ西の壁側があるんで、そっちの方にやっていきます。で、これが半年間放置されてた、ゴミだらけだった網ですね。さあ、どうなってるかな。よいしょ、さあ、オープン。うん、なんだろう、腐ってるようには見えるな。こういうのが全部海藻とか言ったんですよ。海藻、うんこみたいな、カチカチや。これ多分一回やればすげえ綺麗になります。じゃあこれをあれに積み込むと、こうやってね、ねじりとか圧力をね直しながら食ってあげると、やるときにすごいやりやすいんですよね。はい、じゃあ無事に終わりました。だいぶ下の方は黒いですね。あ、今上触って黒って思ったでしょ。あのね、網ってこう食っていくと、次上が、下側が上になるんですね。じゃあ行きましょうか。エンジンかかるかな、久しぶりやけど。これチョーク。さあ、だちょっとやる気上げて。よっしゃ。はい、じゃあ出航。あ、危ない、ドライが忘れてた。危ねえ、これよく忘れるんだよな。久しぶりに乗るとき注意ですね。よく忘れる、上げとん忘れる。でも上げとかな、あれいかんのですよ。あのドライブはね、汚れとかもつくし、そのために上げるんですね。あそこから水が出て、あのエンジンを冷やすようになってます。ドライブ下げとかんとね、あの水を吸わないんで、エンジンが焼けるんですよ。よしこ、はい、というわけであまり魚が取れないところにやってきました。まあ、そうせざるを得ない。なんでかっていうと、風が向こうから西がめちゃくちゃ強くて、ここは影だけど、向こうの方はもう大波でやれません。やってきます。いや、もう真っ暗で何も見えないな、これ。もうちょっと途中でやめて、帰ります。どうせここら辺あんまいないから。最近忙しいのであまり自炊していません。今日はコンビニのお餅なんとかと豚タン、焼き豚、キムチ、視聴者さんにいただいた道後ビールですね。ビールごちそうさまでした。それじゃあ次はハイボールタイム。まあ2杯目はやっぱもう
なんだろうな、もっと若い頃は最初はなずっとビールっていう感じだったんですけど、今はもう2杯目からはなんかレモンサワーかハイボールに行っちゃいますね。あ、めっちゃこぼれた。今ハマってる飲み方が1個あって、これにあの居酒屋するんで男梅サワーのなんかサンプルをもらったんですよね、札幌さんに。めっちゃこぼれた。これ混ぜて飲んどります。最近ハマってるって言ったけど、あの昨日初めて飲んだんですよね昨日初めて試して案外いけるなと思ってやってます。まあ焼酎のソーダ割りに男梅シロップだから、ただの実質男梅サワーですね。乾杯。ただのって言ったらあれですね、まあ、焼酎ハイボールが入ってるからただのではありません。訂正いたしましょう。まあとりあえず今日はこれぐらいにして、明日早くクリ行きたいと思います。おやすみなさい。おはようございます、沖田振りです。今3時過ぎですね。気がついたらですね、昨日なんかビール1本と鹿児島ハイボール、5本飲んでて、気がついたら酔ってました。でまあ寝るのが早かったんで、この時間に起きて、まあちょっとできることをやっていこうかなって次第でございます。よし。ちょっと沖行くまで早いんで、今居酒屋やってるので、そのいろいろ考えてやってます。はい、じゃあ7時までパソコン仕事したんで、そろそろ行こうかなと思います。いるかな？多分いないな。今沖向かってたらなんか綺麗な景色を見つけました。なんかすごいです。一本プシューって、なんでこうなってんだろう。てか小豆島やっぱ綺麗ですね。ただ寒い、手が震える。はい、じゃあ港の方に移動したいと思います。カッパをもう着ちゃったこんな感じ。行きます。はい、それではいつものように声入れしていきたいと思います。冬はね、寒くてエンジンがかかりにくいんですね、ディーゼルエンジンは。まあ船の古いとか新しいとかもあるんですけど、まあそのなんだろう、チョークみたいなのを引いて、ほんでガソリンの入りを良くしてからエンジンをかけます。さあ、それじゃあ沖に向かっていきましょう。この日はね、めちゃくちゃ冷えてました。で膝を見てください。カッパを修繕して使っております。僕はあのシリコンで貼り付けるんですよ。まあ他の漁師さんは何だろう、おじいさんは塩ビパイプのノリで貼っ付けてましたシリコンの方が結構長持ちします。それじゃあ現場に到着したので網を上げていきましょう。じゃあネットローラー、こちら 12V ですね。ネットローラー、ヤングホーラーっていうんだったかな。まあなんかいろいろ言い方があるんですよ。さあ、網が上がってきました。2つぐらいの会社がありまして、まあそこはどうでもいい話ですね。さあ、網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。ウマヅラハギ。はい、1匹目何かやってきました。ウマヅラハギですね。ウマヅラハギはまあ秋ぐらいが多分一番ね、その中のないあれが入ってるんですよ、肝とかが。今のはちょっともしかしたらあんま入ってないかもしれないけれども、でもね、やっぱ美味しい、可愛いですね、泳いでるの。さあ2匹目何がやってくるのか。ここはですね、ほんと魚が多かった時もある場所なんですけれども、近年は非常に魚は少ないので、まああんまり期待できないかなと思います。さあ2匹目ボラがやってきました。カンボラとかってね、あの12月っていうイメージがあるじゃないですか。でも実際12月って11月とかに卵を産んでもうガリガリなんですよこれとかもう卵を産んで、あの上から見た時にほらほら尻尾の方がですね、だいぶこう痩せこけてまして、で美味しくなるのはまあ2月頃かなって感じです。でただこの時期も別に味がね薄いだけで、食べてみると臭みも全然なくてグリグリで美味しいっちゃ美味しいです。まあそれも人の感性ですね。さあ何か次は上がってくるのでしょうか。今日はねちょっとあんま元気がありません。まあ元気がない中、実況もやっていくというそういうスタイルで今回はお届けしていこうと思います。まあたまにはあんまり喋らなくてこう落ち着いた雰囲気でやっていくのもいいのかなとまあそんな口が止まってないんですけどね。さあいい朝日、綺麗な朝日とともに、またボラがやってきました。まあ、取れてるように見えてお金にならないものがやってきてるんで、僕としてはあの外すのがちょっと面倒くさいなって思う時もあります。でタイが2連チャンでやってきました。もうね、昨日の夕方からやってるんで、あの絶対夏とか秋ぐらいだったら死んじゃうんですけど、冬はね、あの水温が低い分網にかかってもなかなか死なないんですよ。でヒラメとかだったら 2,3 日網やってても死なないとか全然あります。だから冬の温度が低い、魚は何度だったかな、15度ぐらいが一番確か元気になるような感じだったと思います。
で夏はね網にかかると本当1時間30分ぐらいでね死んじゃいますけど、冬は1日持つよと、なんとも不思議な話ですね。まあ、人間もサウナで入ったら1日は生きられないですから、そういう感じかなと思いますね。さあ磯にかかりました。それを調整して網を巻いていく、磯にかかってきたと思ったらやっぱカサゴですね。カサゴとかは基本的に石、まあ、磯って言ったらいわば石なんですよ。石の下に潜って暮らしたりしてますので、この石周りに来るとやっぱカサゴがかかりやすい。さあ高級海の高級18金がやってきましたね。こちらナマコですね。赤ナマコ、おまけに赤ナマコなんですよ。もう青ナマコ、まあ普通のナマコと赤ナマコと黒ナマコがあるんですが、僕はまあねパッと見ただけでもう分かります。それ違いはどこって言って色とかって思うじゃないですか。でも案外似たような色でも裏面だけ赤かったりとかするんですよ。なんか模様が違うんですよね。あれ、おタコが来ました。さあタコ来ました。このタコね、なんぼしたと思いますか？市場でです。市場で、市場でですよ。市場で3000円ですよ。これ1匹 1.2 キロぐらいですね。だから今タコ、あの小豆島近海では全然取れなくて、もうものすごい高級魚とは言わないのかな、高級水産物ですね。でこちらを丁寧に玉ねぎ袋に入れて池間の中へ入れていきましょう。さあ GoPro が曇ってきました。僕もねこの量、1回の量の間に何回 GoPro の画面を舐めてるか、舐めたくて舐めてるわけじゃない、綺麗な映像をお届けしたくて舐めてるんです。ほらまた綺麗になりました。皆さんは舐めた上から見てるわけですね、この映像を。まあ、あんまりね汚いことを言うとそんな魚取ってるのにとか言われそうなんで、これぐらいにしておきましょう。いいものが来ました。こちら超高級魚キジハタです。で夏6月ぐらいによく取れるんですけど、一番美味しいのはやっぱ冬ですね。冬の方が脂がより乗っていて、ふっくらと肥えてる、味もすごくいいし、さらに脂も乗っている、で見た目もかっこいい、3点セットですね。昔だったら 3K ですね。 3K だったっけ、高収入なんとか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 。はい、で次は、瀬戸内海の鬼おこぜですね。まあ、超高級魚っていうのは変わらないんですけれど、背びれに猛毒があるのでご注意ください。ちなみにね、切り取った後の背びれにも毒が残っているので、切り取った後も、注意が必要です。でこちらは、まあ、あの染色体以上のオレンジ色の鬼おこぜ、50匹に1匹ぐらいいるかなって感じです。まあ、僕の肌感覚ですけどね、正確な数字は多分1万匹以上ぐらい取らないと統計学的には無理なのかなみたいな、まあ、ちょっと賢そうな感じもアピールしていきましょう。でいつものように GoPro はこんな感じで加えております。なんで GoPro をね、ここ頭じゃなくてここに加えるかというと、ここだと画面が見えるんですよ。頭だとね、どこ撮ってるか分からなくて、画面が濁ってるかもしれないし、水滴が飛んでるかもしれないから、それでねやらないんですね。さあで上からのアングル、さっきクラゲが来ましたね。クラゲは網やるときにちょっと迷惑なんで踏みつぶしておきましょう。でいつもと違うアングルで撮っております。これはですね、あのこのホイールローラーのガイドのところにバチンと挟んでね撮ってます。ですごい揺れてるんですけど、やっぱさすが GoPro といったところですね。手ぶれの感じはあんまり見受けられません。さあ次もやってきました。こちらカレイですね。アマテガレイ。ただ12月、まあこれやってるのが12月なんですけど、12月はもう卵をはらんでるので、卵を産んだやつとかはもうガリガリなんですよ基本的に。そういうのは絶対取りません。でこちらは、ボラですね。なんか食われてますね。なんかエラがこう飛び出してて、なんか食べた跡があるんですよ。おそらくなんですけど、まあタコがかぶりついたのかなみたいな、網にかかってねんねんってなってるところにタコかぶりついて、まあバクバクって食ったんでしょうね。そういう感じのボラもたまに上がってきます。まあ、あと身の部分とか食われてるのもありますし、あの綺麗なキラキラってする、あれなんだっけな、夜光虫じゃなくて何虫だったかな、夜光虫とね、もう一個いるんですよ。なんか水中の方にいるやつが、あれなんだったかな、ミドリムシじゃないわ。まあいいや。とりあえずこれはウミウシですね。ウミウシはね、危険を感じるとこのように紫の液体を出します。この成分はね、何かというとね、分かりません。これ僕調べておきます。で次は、いいものが来ました。ヒラメですね。ヒラメも高いんですよ今の時期。ヒラメも美味しいのはやっぱりこの冬の時期ですね。2月が特に一番超えてます。もうこれは間違いないです。2月が一番超えてるし、それを1週間寝かしたね天ぷらとか食べると本当に感動します。なんかちょっといいお店とか行った時に食べる、どの天ぷらよりは僕は美味しかった。まあ、あれはほんまに美味しかったですね。まあもっと美味しいとかいっぱいあるのかもしれませんけど。さあそこで網くりが終了しました。まあ量はあんまりでしたね。でこちらのカサゴは、当然逃がしておきます。
まあ、ちょっと取ったところで仕方ないですし、もう冬にはね卵はらんでますから、でビューッとね、まあ、あの多分浮いてた1匹はおかずで取らないと死ぬんだろうなって感じですね。ピューッと泳いで行ってみます。はい、じゃあ網繰りが終了しました。まあもっと少ないと思ってました本当は。ヒラメが1匹とかそれ思ったら少しマシ。はい、じゃあ行かしていきます。GoPro の電池がなくなっちゃったんで、みんな大好き水中映像はちょっと撮れないですが、ご勘弁ください。こういったヒラメとかの底もんはですね、池間の方が腹が擦れなくていいので、このまま置いておきます。はい、で取れたものがボラとウマヅラ、アコウとタコ、マダイですね。でボラの上がりがこんな感じですね。じゃあ生かしていきましょう。じゃあ帰ります。はい、帰ってきて、あのビタミンとかのまとめの続きをしております。仕事しているアピールですね。やっぱね、そのなんだろう、商品を売り出す時にこうせっかく森で野菜が多いんだから、その野菜のねいいところを伝えれたらいいなと思って調べてて、そんな感じでやっていきます。はい、今1時でございます。1時までね、あのパソコンしてましたけど、まだ終わっておりません。結構ね、あのいろいろ調べて、なんかだろう、分かりやすくまとめるのが大変で、あれ時間かかっております。私はオールバックです。あのなんでかというと楽ちんだから、楽ちんというかもうそれしかセットができないからでございます。じゃあ今から高松の方に向かっていきましょう。ボラとかはねちょっと居酒屋持っていこうかなって思ってます。あと撮影ですね、行ってきます。めでるっちゃ、ひゅーぴょいでかっぱいな。はい、で送ってもらって実家の方に帰ってきました。今7時半なんですけど、ちょっとしたら大和運輸さんが来て、海苔を発送します。今年も美味しい海苔を作ります。ちょっと疲れましたね、お疲れ様でした。それじゃあ、今回の、まあ、ゴミで半年埋もれた網を仕掛けてみた終わりたいと思います。 See you next time, bye bye。